シのゲーム部屋。皆さんこんにちは、ケッシと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思います。はい、今映っているこちらのニット、コスト80チタノボアですね。爬虫類の中でもトップクラスの強さを誇っております、巨大ヘビ。はい、同じヘビでもね、こういうねグリーンアナコンダ、コスト15、ちっちゃいヘビもいるんですよね。いやいや、アナコンダだぞって小さくねえよってね、もう感覚が麻痺しちゃってる。もうチタノボアがでかすぎるんだよアナコンダだからな、でかいよ十分。はい、こんな感じでね、もうグリーンアナコンダより全然強いんですよ、チタノブア。今日はねアップデート情報をねまたお伝えしていきたいんですけど、このチタノブアをですね紹介していきたいと思います。って、おい、前からいたでしょって、チタノブア前からいたよねって。はい、このゲームやったことがある人、そしてこのチャンネルの動画をね見たことがいっぱいある方はですね、もうすぐ気づくかと思います。いや前からいたやろと。でも皆さん、こんなことができるようになったのはね知ってますでしょうかはい、この間ね、プルスサウルスの頭を紹介した時に、はい、横に映ってましたね。チタノボアの顔が追加されましたね。何気なく大胆なビリーの顔につけちゃったけど、こいつどんな戦いするんだろうな、ちょっと気になるな。いや、もちろんね、大胆なビリーをね、カスタマイズしてるんで、もう、ノーマルより絶対強いはずなんですよね。見ていきましょう。さあ、チタノビリー。お、チタノビリーの顔強いちゃんと攻撃してたな。いやー、このチタノボアのね頭めちゃめちゃ待ってたんだよね。あー、ヘビの首あったらなーってもう何回も思ってたんですよ。今日はね、このチタノボアの首のね可能性をですねちょっと見ていきましょう。やっぱさ、ヘビを使ってできることって言ったらもう真っ先に浮かぶのがこれだったんですよね。はい、紹介いたします。じゃーん、足が見えてるね。ヘビも見えてるよメデューサですね髪の毛の代わりにチタノボアめっちゃつけてみました。さっきのビリーみたいに体がね小さいとチタノボアがね大きくなっちゃうんで、まあこれぐらい大きくした方がね髪の毛っぽくなるかなということで、はい、でっかい女の人をねカスタマイズしてみました。いや、何気に女の人をカスタマイズするのはね初めてですね。僕が好きだったオーガバトルっていうゲームではメデューサだったかな、ゴーゴンだったかな、弓矢使ってたんでね、はい、手に弓矢を持たせてみました。さあ、どんな戦いをするのかまだねちょっと試してないんですよね。楽しみだなちゃんとヘビで攻撃してくれるかな。あ、これヘビ届かないかな。まあいいや、ちょっと見ていきましょう。さあ、走り出した。うわお、蹴ってる全然ヘビ意味なくない結局蹴ってんだけど、しかも何なのこの、あの進撃の巨人のさ、飛行手みたいなさ、この動き方。うわー、なんかすげえんだけどヘビダンス。うわー、もう手もヘビだからねすげえ。いやー、石化ビームが出せたらいいんだけどな。こいつを見たらね石になるということでね、怪しく光らせました。まあそんな特殊能力ないんですけど、ちょっと前作った巨人をですね、はい、2体ぐらい並べてみましょう。さあ、これでまともなねバトルができるはずだ。さあ、ヘビで噛むヘビで噛むぞ髪の毛アタックだ。おー、なんか巨人の腕が伸びた。一瞬ルフィみたいになったぞ。さあ、激しいボクシング。おお、蹴りも強いんだよな吹っ飛ばしてんだよな。いや、いいね。この蹴って戦うみたいな、小さい敵に対してはもう蹴って戦うみたいな、蛇使うまでもねえわみたいな荒ぶってんなこのユニットいや、お気に入りだわ。あー、初めてのね、あの女性ユニットですよねすげえな。ちょっと髪の毛が足りてねえな。下の髪の毛がちょっと見えちゃってたらね、ダメな気がするね。よし、こんなもんかって、もう顔が隠れちゃってんなさすがにこれはやりすぎか。顔はちょっと見えるようにしときたい。こんぐらいかな。何気に戦闘力高い気がするな。カプリコン・ザ・デーモンちょっと大きくして、これ互角以上に戦えたら結構強いんじゃないですか。はーい。すげえ強いぞ。下のボア2匹みたいなもんだからな。そら強いわな、普通に。いや、2匹どころじゃねえよ。この髪の毛の量見てよ。何匹ついてんだって話ですよね。うわ、すげえ。アフロみたいになってるわ。いや、結構強いな、何気に。スカージ倒せちゃったりする？え、これスカージ倒せたら結構予想以上に強いんだけど。おお乗ってる。すげえ。こいつの戦い方めっちゃ見てて面白いわ。おーおーおー、すげえ互角以上の戦いをしてるんじゃないですか。お、いい勝負さあ、ヘビ女が勝つのか、それともスカージ、あー負けた
さすがスカージだよ。気持ち悪いやつだったな。いや人のこと言えねえよ、顔いっぱいついてるくせに。いやこのゴーゴンの戦い見てて、あもう全然飽きないんだけど、なんか目新しいからさ、攻撃の仕方が蹴りとかさ、やっぱチタノボアの腕もいいよね。お痛がってる、ティラノが痛がってる。いやー今痛いよなそりゃな。おーティラノの攻撃をかわしつつ、下のボアの手で、はい、攻撃していくと。やっぱユニットがでかいとあんまり蹴られないね。あーティラノに負けてしまった。めっちゃ踏まれてる。いや面白いな、いきなりいいユニットできたわ。もっとどんどんさ、いろんなやつ作ってこうぜ。まあオーソドックスなやついこうか。オーソドックスなやつ、はい、チタノボアを用意して、ちょっと赤っぽい目玉を左右につけて、やっぱ三つ首やりたくなっちゃうよね。よいしょ、はい、チタノケルベロス。どんな戦い方するんだろう、楽しみだな。さあチタノケルベロス、餌の時間よ、キリン2頭よ。やべえ、おお飛びかかった。おーどん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 無限に飛びかかる。無限に順番に飛びかかってるよ。さあキリンの前足で蹴られている。おお結構強いんじゃないこれ。何気なく作ったけどド派手ですね、バトルの仕方がいいね。人間相手だとどういう戦い方をするのか。さあ飛びかかる、おらおら。めっちゃ殴られてる、めっちゃ殴られてる。おおでもいいぞいいぞ、一匹ずつやっていこうぜ。シャーいいねいいね。いやー HP は普通の下のボアだからな。あーやばいやばい、半分以下になってる、半分以下になってる。もう3つの首いっぺんに攻撃するんだ。よしいいぞいいぞ。さあいいぞ、残りあと1体か。噛みつけガブリンチョー、もう一発いけ。おっしゃうわーすごいなこいつの戦い方。巨人のゴロ相手だとどうだろうか。いやーこれ結果顔顔面かじられてる。それ怒るわ。亀どんどん亀。めっちゃ殴ってるぞ、めっちゃ殴ってるけどめっちゃ噛んでるぞ。あーでも負けるか。あーくそ、ビジュアル的には勝ってたと思ったんだけどな、負けちまったぜ。ヒドラもさちょっとヘビっぽいよね、こんな感じでね、ちょっとコブラっぽいんですよね首周りも。お前らも負けてらんねえな。というわけでブラキオサウルスをベースにオリジナルヒドラを作ってみましょう。首だらーん。生きてる感がねえなこのヒドラ。よしこっちも5つ首だ。さあブラキオをベースにしたヒドラもどき、ヒドラに勝つことができるのか。さあ5対5だ。すごいぞこのヘビが、なんか10匹ぐらいいるようなこの図。すげえすげえすげえ、ちゃんと攻撃できてんじゃん。いいじゃんいいじゃん、これどっちが勝ってもおかしくない。あしかもヒドラにはないこの前足攻撃もあるからな、こっちの偽ヒドラの方が強いかもしんねえな。ブラキオキックとチタノボアそれぞれの神攻撃があるからな。さあ HP ゲージ見ていきましょう。お勝ってんじゃねえかこれは、これは勝ってる気がする。あー負けてしまうのか。勝っちゃったよ。いやーこれヒドラなんか申し訳ねえな、ごめんな、なんか何気なく作っちゃったけどなんか強かったわこいつ。あんまり正気を感じないんだよなこいつから。垂れちゃってるから。このねスカージが登場するまでさっきのねこのヒドラがですね最強生物だったんですよ。ヒドラに勝ったってことはスカージにももしかしたら勝てるんかもしれんな。さあ見ていきましょう。今日はヘビが多いな、まったくもって気持ち悪い。いやお前が言うな本当に。さあ見ていきましょう。いやぶっ通せ。あ、こけてるぞ。なぜかこけて、なぜかすっ転んでる。腰抜けてんじゃねえか。この恐ろしい姿を見て。いやー、いいんじゃないか、いいんじゃないか。手数かなりあるからね。この偽ヒドラ。HP ゲージ。お、あー、結構削られてんな。いやー、でも火力だったら負けてねえぞ。いやー、いい勝負、いい勝負、マジでいい勝負。さあ、偽ヒドラ勝てるか。お、お、よっしゃー、勝った。最強生物誕生。いやーなんか意外に強かったわ。まあ言うてもね6対1みたいなもんだからな、決して強いわけではないよね。いやこのヘビの頭があるんだからさ、このおの中に、はい、ヘビの尻尾をちょっと追加してほしかったよね。まあでもすでにさ尻尾いっぱいあるからもういいんじゃねっていうことなのかな。いやどうせなら下のボアの尻尾が他の恐竜の尻尾だったらができますね。短え。めっちゃ短え。似合わないしな。やっぱこうなるか。こ
うなっちゃうな。はい、よくわかんないやつ作ってみました。なんだこれ、どんな戦い方すんのかな、見ていきましょう。はい、動きませんね。あー動きずれ。おー、でもなんか強そうだぞ。なんか移動は基本的にねできないんだけどね、近づいた敵に対してはもうこんな感じで噛みまくるっていうね。いや何気に恐ろしいユニットかもしんないこのユニット。あ、なんかちょっとひらめいたぞ、次やることがひらめいた。これを見てたらね、ちょっと面白いのができそうだなって思ったわ今。よし、このわけわかんないやつをもうちょっとグレードアップしてみましょう。俺はフィールド上に存在するプルスザルス一体を対象に融合のカードを発動、手札に存在する6枚のチタノボアと融合召喚だ。現れろヘビコプター。アホユニットや完全に。空を自由に飛びたいな。飛べるかな。飛べないよね。すげえすげえすげえ。むせちゃったよもう。おお、何気に強いぞ、アホみたいなユニットだけど。すげえ、ヘビの頭がめっちゃ回ってる。おお、目が回る。かわいそうに。ゲームだよ。なかなか強いカードを持っているな。俺はフィールド上のスピノサウルス1体を対象に地獄の暴走召喚を発動、2体のスピノサウルスを特殊召喚する、手札の融合を発動させてもらうぜ。3体のスピノサウルスが交わりとき最強の力が生み出される。いるよ、ブルーアイスアルティメットスピノ。貴様の負けだ。さあ、融合モンスター同士の戦いが今始まった。ヘビコプター飛べねえんだよな。空中戦になったら終わりだ。おお、表面ブルーアイズアルティメットスピンよ、安定の弱さだな。めっちゃ吹き飛ばされてるし。バカユニットだなこれ。気に入ったわ、でもこいつ。いや本当にね、何気なく強いかもしんないな、ちょっと冗談抜きで。はい、こんな感じでね、ちょっとね、人間相手でもね、吹っ飛ばせるしね。噛みつき攻撃もできるしね。この吹っ飛ばし攻撃、噛みつき攻撃、ローリング攻撃、スピン攻撃とね、かなり多彩なね攻撃を持ち合わせておりますこのヘリコプター。いや、ヘリコプターをね作ってくださいっていうねリクエストもかなり多かったんでね。いや答えられてねえよ。答えられてねえわ。まあヘリコプターはヘリコプターでね、後でねちゃんと作りますんで。はい、とりあえず先行してねヘリコプターを作ってみました。というわけで全部吹き飛ばした。いやもう大好きこいつ。めっちゃかっこいいこいつの戦い方。新しい爬虫類の王が誕生した。その名もヘビコプター。ミノタウロス3体とかいけちゃう、もしかして。いやこれいけたら結構火力あるぞ。さあこんな感じでね、ユニットを吹っ飛ばしながら、おお、そっちにも回転できるって。すごいな、いろんなね回転軸でねこうやってローリングできるからね。見てて面白いわ。さあ HP ゲージ、あー結構いい勝負、結構いい勝負。おー勝ったぞ。ミノタウロス3体に勝った。おお、斧投げた。あ、器用だな。お前器用だな。気に入ったからこいつセーブしとこ。いや最近ねリクエストでですね、はい、こんな感じのねキマイラを作ってくださいっていうリクエストをね見かけたんですよね。以前からねこのね翼が出た時点で作ってはいたんだけど、はい、顔がね、はい、両脇2体がサイで真ん中が牛、どうせならちょっと1個サイをやめて、はい、プルスサウルスをつけてみました。おー、いいじゃんいいじゃん、キマイラ感出てる、キマイラ感出てる。なんかサイがピクピクしてるけど。でね、なぜねこのねキマイラを今までねみんなに紹介しなかったかというとね、はい、この尻尾ですね。いや、キマイラの尻尾はヘビやろということでね、待ってたんですよずっと、このヘビのね、これが出るまで僕はね絶対に紹介しないとね心に誓っていたんですわ。さあついに、ついにキマイラが完成するぞ。さあ、ヘビの尻尾をつけて、できたー、キマイラー、いいぞいいぞ、すごいぞ、かっこいいぞー、いいなー、イエー。まあ強いのかどうかはわかんないけどね。さあルーマナスと戦わせてみましょう。いけキマイラ。さあ槍を華麗にかわして、お、いいぞ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 、このヘビの尻尾でねこういい感じに攻撃できてんな。あ、いいいい、キマイラ感出てる、キマイラ感出てる。お、いいじゃんいいじゃん、しかも飛べるからね。おーおーおー、かっこいいぞ、なかなかいいユニットができたぞ。まあ、胴体はねトリケラトプスなんだけどね、グリフォンなんていねえからさ。いや、トリケラの体結構これ成功してんな、突っ込んでってるもんね。いい感じいい感じ。
いやー、牛とサイもね、結構ね、角でついてる感じだからね、相性いいね、トリケラトプスと。あー、いいじゃん、いいじゃん。いい感じのキマイラができたわ。いや、どうせなら炎吐いてほしいよなー。でもね、残念ながらね、サイとかね、牛の中にね、このね、火炎放射器はね、仕込めないんですよ、開かないんで。クリスタルスの頭が出てくれたのもね、いや、いいタイミングですよね。はい、火炎放射器を仕込みました。あとはサイの角の下に、ライトニングガンを仕込んどいて、また角を、いければいいと。よし、隠れたぞ。長え長え。まあいいか。牛はどうしよっかな。なんかかわいそうだな。あんまり気は進まないけど、ちょっと目立たないところにビームを仕込みましょう。さあ、これで3種類のね、飛び道具を得たぞ。さあ、炎とビームと電撃だ炎がしょべえ、小さいから。いやー、地味にね、炎を吐いてますわ、地味にあー、これ下手につけない方が良かったかもな。やっぱちょっと火炎放射器とかちょっとビーム砲とかちょっと取ろうかな。取ってあることがしたいんですよね。そのあることとは、今日作ったユニット、だいたいサイズ感が同じやつ4体、この4体で誰が一番チタノボアを使いこなしてるか選手権開催というわけでね、4体でトーナメント戦をやっていきましょう。第1試合目、キマイラ VS ヘビコプター。勝つのはどちらだ、見ていきましょう。レディゴーさあ始まったぞ面白いなこの戦い、面白い。さあ HP ゲージを表示していく。おーっと、キマイラやられている。さすがチタノボアがね、6体もついてるからね、単純に考えて強いよなおっと、ヘビコプターの勝利。いやー、すげえ、攻防一体っていう感じですね。キマイラが脱落。第2試合、ニセヒドラ VS 初の女性ユニット、ゴーゴン。さあ見ていきましょう、一体どっちが強いのか。さあゴーゴン蹴る。おー、持ち上げた。なんかワープしたように見えたけど、あれ、え、一撃強っ。何今のトリックこいつやばいんだけど。謎のトリックであんなに強かったニセヒドラ敗退。というわけで決勝はヘビコプター VS ゴーゴン。さあ決勝、チタノボアを使いこなすのが上手いのは一体どちらなのか。さあ容赦なくチタノボア6体がですね、噛みつく。あー、ゴーゴン、これは痛い。あー、倒れそうだ、倒れそうだ。さあ、なんかあのさっきのわけわかんないあの投げ技を見せてくれそうしないと、あー負ける。あー、ヘビコプターの勝利いやー、強えぞこいつマジで。いや、もう使いこなし方がだいぶ荒いけどねもうやめてくれって言ってるよ絶対こいつら。さあ、せっかくなんで3位決定戦を見ていきましょう。キマイラ VS ニセヒドラ。さあ勝つのはどっちか。おお、キマイラ頭突きだ。上空に飛んで頭突きをかましている。さあ、プルスサウルスの首がいい感じに今噛んでましたね。さあ、ニセヒドラもね、チタノボアの首が5つもついてますからね。そしてブラキオサウルスのこの蹴り。おーっと、キマイラが負けた。さあ、結構余力を残してましたね。というわけで、第1回チタノボアをうまく使いこなしてる選手権優勝に輝いたのはヘビコプター。そして2位のゴーゴン。さあ、3位はニセヒドラ。そしてビリッケツキマイラですね。まあ、キマイラに至ってはもうチタノブアをね、1体しか使ってないからもうやる気を感じられませんよね。一番多くですね、チタノブアを使ってるのはね、このゴーゴンだったんですけどね。まあ、ちょっと贅沢に使いすぎたよな。そういう意味ではちょっと使いこなせてないよね。無駄に使っちゃってるもん。その点こいつはですね、もう使い倒してたもんね、振り回していや、面白かった。はい、というわけでですね、今日はね、追加されたチタノーバーのね、首のパーツを使ってなんかもうめちゃめちゃね、遊んでみました。というわけで今日もね、動画最後まで見てくれてありがとうございます。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。